やっぱりね、このペン先ってやつはね、なかなかにこの魔力があるんですよ。これに見せられて、私もう50何年になりますけどね、やっぱりこれとの対決なんですよね。鉛筆だとやっぱり薄くなったり濃くなったりっていうのは結構あるんで、そこである程度ムードが出せるんですけど、ペンってのはそれは出せなくなっちゃうんで、あんまり好きではないんですよね。できたら全部筆ペンっていうか、あれで書きたいなと思ってるんですけど。ワン・ツー・スリー・マンベン。そのペン先からどんなドラマでも生み出すことができる漫画。この番組では普段立ち入ることができない漫画家の仕事場に密着し、創作の秘密に迫っていきます。仕掛け人は浦沢直樹さん。数多くのヒット作を手掛けてきた人気漫画家です。浦沢さんは今の絵にたどり着くまで様々な漫画家の作品を研究し、試行錯誤を繰り返したそうです。工芸のような、職人のような、一つの何かテクニックを身につけないと表現できない線っていうのがあって、なんかそういうようなことっていうものでこう積み上げられてきた日本漫画の歴史みたいなものね、その線を見てかっこいいって思ったら、ちょっと真似するきっかけにもなるしね。今回登場するのは、その卓越した画力に浦沢さんも憧れていたという漫画家、星野幸信さん。浦沢さんよりも8年早くデビューした先輩、本格 SF 漫画の巨匠です。代表作の一つ、ブルーホール。マダガスカル島沖の海底で発見された不思議な青い穴をくぐり抜けると、そこには恐竜が支配する6500万年前の世界が。映画ジュラシックパークよりも前に描かれたスリリングな冒険 SF です。そして宗像教授シリーズでは電気ミステリーにも挑戦。民族学者が日本各地に残る不思議な言い伝えの謎を解き明かしていきます。星野さんの原画は日本の漫画家として初めて大英博物館に展示、海外からも高い評価を受けています。そんな星野漫画の原点とは、なんとなく漫画の基本がその SF だった時代が、まあ、手塚治虫という人がそういう SF を一つの基本としていて、なおかつ他のジャンルも時代物だったり冒険物だったり書いていた。でその中心なのはやっぱりいつも SF だったような気がするんですけどね。今回執筆の現場に4日間密着することができました。そこには物語の世界にリアリティを与える圧倒的な絵の力、熟練の職人のような高い技術がありました。現在星野さんは札幌を拠点に漫画を描いています。お、こちらかな。今日の方は浦沢さん。まずは仕事場を見せていただくことに。何しろものすごい上手い人ですからね、心して書かないといけないですよ。実は星野さんとは初対面、少し緊張してるみたい。お邪魔します。あ、どうも。はじめまして。はじめまして。浦田です。あ、星野です。いや、素敵な仕事場ですね。いや、こんな北海道までわざわざいいスペースですね。こちらが自宅の3階にある仕事場。机の周りの手が届く範囲に使うペンや道具がコンパクトにまとまっています。
傾けた机にさらに画板を使うのが星野さん流。ちょっと失礼して。あ、いいかも。これいいかもしんない。でもこの斜めはやっぱりこれ効いてますよ。こうやると多少安定しますよね。なんか距離感いいですね。老眼になってくるとね、だんだん近づいてきますけどね、顔が。老眼になると近くてもあれなんですよね。対談は場所を移して札幌市内の古本屋さんで。あのとんでもない絵師なのに、例えば電気 SF 作家としての側面がなんか日本の読者にとっては強いような気がするんですよ。で、僕ら絵を描いている人間からすると、いやいや絵師としてすごいのに、あのまずそこちょっとみんなでもう一回見直そうよって、うん、だから今日は割と SF 電気作家星野幸信というよりも絵師星野さんのところにこう脚光を当ててみる見方してみたらどうだろうなと思うんですよ。ありがとうございます。撮影は部屋に定点カメラを設置し、執筆を妨げないように行われました。それでは星野さんの創作の秘密に迫っていきます。取材1日目、この日はまとめて下書き。まず水色の鉛筆で大まかな位置を決める当たりを入れていきます。そして鉛筆で下書き。今取り組んでいる作品は海底、星野さんにとって初めての長編歴史漫画です。主人公はテイワ。15世紀の中国、明の時代に実在した伝説的な人物。大艦隊を率いて何度も航海し、遠くアフリカまで行ったと言われています。コロンブスやマゼランよりも前に世界を見た男の冒険活劇です。今回は物語のターニングポイント、テイワは皇帝にあることを告白しようと覚悟を決めます。そのシーンを3コマで表現します。自分で書いてるところって初めて客観的に見るじゃないですか。そうですね。どうですか。もっと早く自分では書いてるつもりですけど、結構時間かけてますね。もたもたやってるなんて。あの行きつ戻りつのペンでこう探っていく感じしますけど、でもほとんどこうじゃないっていう線は引かないですよね。いや、そんなそれほどではないですけど、なんかこうやって探してこう塩梅見て、もうそこで正確な線が入っちゃう感じしますよね。続いて左の大きなコマ、これは？目？でも鉛筆のニュアンスがすごくいいじゃないですか。うん、この辺がやっぱり自分でもちょっと鉛筆がこのまま原稿になってくれればいいなっていうのはありますね。ありますよね。ペンはどうも
硬くなっちゃって、うん、なんか清書として上をなぞるみたいなのがすごく嫌ですよね。ええ、そうですね。だからかえってあの筆ペンみたいな筆の方が書にはあってます、ね、あニュアンスがね、ええ、うん、その書き始めの頃ってどんな人に憧れてやってたの？桑田二郎さんでした。桑田二郎さん、あの人の線も綺麗だったですね。やっぱりエイトマンっていう漫画は、うん、エイトマン、ね、絶対ですね。すごい桑田二郎さんの気配を見てましたよ、うん、やっぱりあの時代桑田二郎さんがあの特筆して何かスタイリッシュでしたよね。そうですね。すごくクールな、ね、劇画とはまたちょっと違うんですよね、うん、桑田二郎さんをもっと突き詰めて突き詰めていくとこういう感じになるかなって感じもしますよね。そうですね、うん、完成原稿のような下書き、すごい。この日仕上げた下書きは全部で9ページ。10時間かけて一気に書き上げました。取材2日目、いよいよペン入れです。とその前に MD をセット。何を聞くんだろう。落語？江戸の名物の中に火事が入っております。MD、落語。まあ、ストーリー考えるとかあるいはその下書きのまあまあネームの時とかまでは、はい、やっぱ頭の中でいろいろ考えなきゃならないですからね。うんうん、はい、そうするとまあ音楽とかそういう方がいいんですけど。こうペン入れになるともう本当に絵だけ描いてればいいんで、こういう落語とかで言葉を聞きながらやる方が楽しいですね。昨日下書きした定和の覚悟の表情、顔のアウトラインから細い筆ペンで。愛用しているのは太字と細字を両方書ける筆ペン。書く場所によって使い分けます。眉と目は太い方で力強さを表現します。これでもいいタッチ出ますよね。うん、ペンよりは硬いペン先だとグッて置くじゃないですか、はい、で柔らかい毛筆は浮かすじゃないですか、はい、あれ全く違うんですよね、筋肉の使い方から何から、はい、いや筆の方が疲れますよね。押し、こうその距離をこう常におさん、引いてく、引いてくね、はい、手法ですからね。鼻の影はそんなに黒く？なかなかここまでベタ塗る勇気ないよな。最初から見えてるんですよね、この感じがね。星野さんのその向こう鼻の向こう側にベタ塗るのも好き、かっこいいなと思うんですよ。このこうなってこっち側の奥の方ね、ここね。あとは宗像教授のあのケープ、あれもこうベタなんじゃないですか、はい、バットマンみたいじゃないですか、はい、ああいうベタの使い方いいですよね。
ベタっていうなんか下手にハイライトとか使ってない感じがね。まあベタはやっぱり強さを表しますからね。はあ、強さとそれから何が中にあるかわからないっていう、はい、だから悪役はやっぱりダース・ベイダーみたいに真っ黒けな方が怖いですよね。ただこの形だけってことですね、あでも早いっすよやっぱりそうですか、迷いがないふうに見えるんですよね。うーん、みんななんかもうちょっと迷ってますよペンを持ち替えました。お、丸ペン、すごい音がします。すごい音、細い線が描ける丸ペンで顔に細かな陰影を入れていきます。息を止めて見入ってしまいます。くぅ、そのこの掛け合わせがまあ綺麗なこと毎日いろんな表情を描くのに悩んでる人たちたくさんいると思うけど、この表情をこのすんなり描くんだって割とショックなあの人たち今テレビ見て愕然としてるっていうかこう呆然としてる人いるんじゃないかなえ、この表情をこうスイ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 いくのっていうね。落語を聞きながら さらに G ペンで帽子の硬い質感を表現します。この3コマのペン入れにかかった時間はわずか25分。皇帝にあることを告白する決意を固めたテイは、遠くをまっすぐ見つめる眼差し、そして真っ黒なベタで表現される強さ、テイはの覚悟がひしひしと感じられる一コマです。北海道で生まれ育った星野幸信さん、漫画家となるまでにはいくつかの出会いがありました。まず6歳の時に読んだ手塚治虫の漫画、 SF の面白さに夢中になりました。10歳になると自分で漫画を描き始めます。原作を読んで登場人物や潜水艦のデザインを考え、小回りも工夫しました。そして
大きく影響を受けたものがもう一つ。2001年宇宙の旅、映画史に燦然と輝く傑作 SF 映画です。2001年宇宙の旅っていう映画がちょうど僕が中学校の時に来たんですけども、それを見たのはやっぱり一つ重要な経験だったですね。その SF っていうものがそれまでのそのロケットがボーッとこの宇宙空間を煙を吐きながら飛ぶようなそういう映画とは違って、全然無音で非常にリアルな宇宙体験みたいなものが映画の中でこうそういう体験できるような、それがすごく自分にとっては、一番根っこにあるような気がするんですけどね。その後愛知県の美術大学へ進学、学んだのはシンプルな線で表現する日本画でした。絵画っていうものがやっぱりその光と影とか、それをもっぱ見ていく、日本画はどっちかというと線ですね。線でまず決めていくっていう、そこの辺で漫画的ではありますよね。そうですよね、自然界にないんですよね、ここの線ってね、主線っていうものは、でもそれをね描くのが好きなんでね。だから日本人はやっぱり線でしかものを見ることはできないんじゃないかと思いますね。あ、日本画もそうですけど、その線によってその質感とかその量感とかを表しちゃうっていう、そういう線でなければならないですけどね。大学を2年で中退した星野さんは一念発起して東京へ、漫画家を目指します。21歳の時に書いた遥かなる朝、憧れの手塚治虫からも絶賛され、大きな注目を集めました。その後星野さんは SF 漫画を次々と発表していきます。考え抜かれたストーリー展開とそれを支える絵の力、誰も見たことのない未知の世界をリアリティある物語として描き続けています。やっぱ星野さんといえば SF ですもんね。そう、なんだろう、ハイビジョンなんですよ星野さんの作品って。ハイビジョン、星野作品ってね、やっぱりハイビジョンでなんか全て見せてくれるっていうイメージがあって、でそれだけに端の端までちゃんと描かなきゃいけない大変さってあるかもしれないですけど、僕らはやっぱりその端の端まで見ちゃうんですよね。どういうふうに描いたんだろうみたいなのね、そういうのを、そういう客を読者を持ってるのって大変だろうと思うんですけどねあんまり細かいとこまで見るなよみたいなその通りですでもね、そういう絵をね描かれちゃってんだからしょうがないですよね。実は現在描いている海底にも SF 的な要素が散りばめられています。8割の事実に2割のフィクションを加えた、まさに星野さんらしい作品です。再び執筆の現場に。物語の舞台となる大海原を描いていきます。三つ目の層が帝和に語りかけます。永遠の時の中では全ては波のうねりのように瞬時に変わりゆく。そのセリフに合わせた見開きの大きなコマ、星野さんどんな風に表現するんでしょう。さあ、このページね、これすごいんだよね。いきなり書いちゃうんだ。一応青鉛筆のあたりは入ってるんですもんね。形はこの全国の漫画を目指してる人たちがね、すごい勉強になると思うんですよ。ここ画面には水平線らしき簡単な当たりだけ、そこへ筆ペンでいきなりペン入れ。
星の漫画といえばもうこの自然物なんですけどね、岩とか波とか山とかあったらもうすんごい量書いてるでしょあでそれは星野さんの岩肌なんて、あ本当にそれこそ虫眼鏡で見てましたよ、どうなってんだこれっていやぐじ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 ってやってるだけみたいだぞって。いやでも例えば手塚さんの火の鳥の未来編とかで風化した岩が崩れ落ちていくような、はい、うん、あの岩の感じは描けないですよね。あんな風に自然に崩れ落ちていくような岩とか、うん、岩のキャラクター化みたいなところもありますからね。そうですね、うん、そうなんですけど、あのいい形の岩だねとか、うん、ああいうのはもうほとんどキャラクターですからね。そうですね、うん、絶対そんな写真とか見て描いてるわけじゃないんですけど、うん、なんか岩にも色気があるっていうか、うん、筆ペンで細かく線を入れているだけなのに、だんだん海に見えてきました。修正液も全く使いません。この自然物のものっていうのは木とかもそうですけど、この筆ペンが出す偶然みたいのを、その偶然をどんどん採用していくことで自然物っぽくなるっていうか、そうですね、ありますよね、はい、なんか作為を入れないみたいな、はい、ちょっと線が走りすぎちゃっても、まあ、それを構わずにそのまま進めていくっていう、うんうん、まるで頭の中にあったイメージを白い紙の上に落とし込んでいるみたい。寒さっていうのはランダムで、こうロボットには無理だもんな、パソコンには。このランダム感、やっぱりデタラメさというか、ね、とあのありますよね、間違いとか、はい、それも含めてるんでしょうな、うん、人の手は。もうすっかり大海原。でもまだ書き加えます。筆ペンを細く使って奥に見える波の形を探っているようです。ここで丸ペンに持ち替えました。こういうあの山脈とかも全部そうなんですけど、丘陵地帯とかもこれどう織りなすかっていうことのあれですよね、その塩梅をこう行って向こう側で見えなくなってるぐらいのところからこう向こう側があるみたいなね、そういうの気持ちいいんだよね。しか出ません。
波の上にあるのは空？ここは黒く塗るんだ。そこでよくベタ入れるな。このもう面倒くさくなっちゃう。いや、そうなんですよ。この面倒くさいが重要なんですよね。CG ってその面倒くさいがないから、どうもそこのベタに持っていく決断力がなくなっちゃうんですよね。自分のその面倒くささを受け入れることが必要。そう、面倒くささイコールデザインってとこありますからね。真っ黒だった空にグラデーションが加えられていきます。配置にしちゃいましたね。これはあれですよ、お金取って教えたらかなり取れますよ。いやー、いい一丁上がりって感じ。このカットのペン入れを始めて20分。何層にも連なる波と行く手に広がる暗い空、この先に待つ困難を予感させる大海原の絵が出来上がりました。ペン入れは早い星野さん。一番時間をかけているのがシナリオとネーム作り。1話24ページで10日ほどかかるそうです。人のポーズや表情までこの段階で細かく決めています。このまま下書きになると浦沢さんも驚いていました。ネームっていうのはあんまり僕は言葉として好きじゃないですけど、はい、絵コンテっていう、絵コンテですね、映画の言葉ですよね、絵コンテっていうのは、うん、だから映画、その動く映画のための、うん、メモというか、それが元ですから、うん、なんかやっぱり動いてないとダメですよね、うん、ネームも。そうですね、うん、画面自体が。そうですね、だからネームを書いている時のスピード感っていうのが動きを出すんですよね、はい、そうです。でそれを清書になるとやっぱりちょっとそこに改まった感じが出てくると動きを止めちゃう、うん、そうですね、うん、続いて今回の最終ページ、ネームではこんな感じ。一度目の航海を終え、民へと戻るシーンです。ところが下書きでは、ネームの絵と随分違うような気が。ネームではあれだったんですね、見上げだったんですね。そうですね、見下ろしに変えた。タイトルページもちょっと見上げる感じになったんで、はい、最後は別の角度にしようと思って。一発だもんな、一発でクッククッと決まるもんな。続いて船、写真などの参考資料を全く見ることなく、スラスラと。もっと広がりのある構図に変えたようです。さあ、ペン入れ。まずは平和の顔。このサイズの輪郭は G ペンで。
見上げとか見下ろしの人をこうカメラをこう振り回す時の、その角度からそれかけるかっていうようなのがすっごいたくさんあるんですよ、星野さんの絵って。そうですか、はい、本当にドローンで撮影する映画のおかげで、うん、こういうシーンが割と自然に見えてくるじゃん、うん、昔はこういう角度で、うん、例えば映画で撮るとしたらちょっと不自然だったはずですよね。だから、ね、うん、漫画も当然不自然に見えちゃうと思うんですけど、例えばどこから見てるんだっていう、天井から見てるのかとか、はい、室内であれば、うん、その見るその視点がどこなのかっていうのはやっぱり気になってきますからね、うんうんうん、だけどドローンができてから例えば室内でも本当に天井近くからでも撮れることになりますから、そうですね、だからすごく角度的には楽になってますね、うんうんうん、その実写でそういう画像があるということで我々の脳もやっぱりイメージしやすくなってるってありますね、はいはい、次は筆ペン、マントの中を大胆に。こういうのもさ、全然あのこういう当たりとか入れずにもうスッとこのマントの艶がこのね、いきなり描いちゃう。ある程度こんな感じの艶だよんっていう当たりも入れないんだもんな、こういうのいいよなと思いますよね。一発ドンですよ、クーですよ。最初からマントの光沢が頭にあったかのような塗り方です。続いて船の周りのスピード線、これも筆ペンで勢いのある手書きの線を加えることで船が海の上を走る感じが伝わってきます。仕上げは丸ペン、細い線を重ねて船のスピードがより感じられるように。2時間かけてこのページを書き上げました。ミンで待つ皇帝のもとへと向かうテイワと船。動きのあるダイナミックな構図、次の展開を期待させるラストです。今回の取材中、星野さんが特別に見せてくれた場所があります。ここが書庫になってます。1万冊以上になる膨大な蔵書、歴史、民族学、科学、宇宙、その都度関心のある本を読んでいるうちにこんなに集まったそうです。どれほど本読まれてるんだろうと思うんですよ、すっごいほとんどの時間本読まれてるんじゃないかと思うんですけど。いや、そんなことないです、 そんなことないです。自然に入ってきちゃう、うん、あの好きでどんどん。そうですね、相当好きでなきゃこんなあのどこまで研究してるんだっていうね、海底読んでても僕なんかへーって思うようなことだらけですからね。
世界不思議旅みたいな、テレパシーが使えちゃう猿みたいなとか、なんとか原人というんでこう出てくるじゃないですか。いたのかなっつってね、まあ、星のワールドに巻き込まれていくんですけどね。いや本当にどこまで本当なのかよく分かんないですね。星野さんは資料を読んで浮かんだアイデアを創作ノートにまとめています。イメージの断片が次第に整理され、ストーリーが生まれていきます。例えば日本の火山とスサノオ神話が結びついて生まれたのが邪馬台国。日本人のルーツに一石を投じる電気 SF でした。日々の研究の積み重ねがもしかしたら本当かもという物語につながっているんですね。今回のハイライト、主人公テイワが覚悟を固めるきっかけ、自分の少年時代を思い出すシーンです。まずは下書きから。これのね、少年の体のフォルム、こんなのもスラッと描きますね。これ結構僕びっくりしましたけどね。これなんつうんだろう、子供のこの胸のここの筋肉の具合とかいうのってこうですもん、少年の。よくこれをスラスラッと描くなと思って、この鉛筆の段階でいいですね、もうね。これで、これで終わらせたいぐらい。これいただきますっていいですよね、もうね。主人公のテイワは宦官です。星野さんはこの史実にある仮説を付け加えました。実はテイワは異民族出身で、明に父を殺されます。そして生き残るために自ら宦官となったという設定です。この壮絶な過去が物語の推進力となっていくのです。今回のこの海底っていうドラマが、この宦官の話じゃないですか、はい、そのものすごいやっぱりなんか深い悲しみっていうのがなんか今までにないぐらいあるように思うんですよ、星の作品の中で。ああ、そうですか。どうなんですか、ご本人として。ああ、やっぱり宦官っていう存在がちょっとわからない部分もあるし、うん、興味深い部分もあるし、そのあたりの何ですかね、精神史って言ったらおかしいな、うん、なんかその人としての反省というか、うん、それがどういうものであったのかなっていうのは、かなり壮大な旅が続くわけですから、うん、スケールとしても壮大な感じで描けるんじゃないのかなと、うん、そのようなところがありますね。全てを失った男が最後に夢見たのが世界を見たいっていう、なんかあそこは非常にこうなんかこう、胸にグッときますよね、あの発想がね、うん。このね、悲しみ苦しみの顔みたいなね、表情を一発で捕まえますからね。そしてペン入れ、少年の悲しみの表情は G ペンで。
でもこの海の大航海の話はなんか僕は好きだな、ロマンチックだな。30年ですから、30年かけて安全な航海じゃないですからね。それに風の力で動くわけですから、風待ちというか、その季節風が吹くのを待ってなきゃならないですよね。そうですよね。だから余計時間がかかりますよね。うん、だってまだ地球がどうなってるかなんて、地球って概念がないんだからね。その時に海に乗り出していくっていうのは、まあロマンチックな話だよな。髪の毛は筆ペンの太い方で。2時間かけて少年時代を思い出す場面が完成しました。すべてを失ったテイワの悲しみが読む人の心に迫ってきます。全部で7回の航海のうち、まだ1回目が終わったばかり。テイワの冒険はもうしばらく続きそうです。いやいいもの見たな。こんなに褒めてもらえると思わなかったです。褒めるも何ももう驚嘆というかね、っていうか本当に憧れですよね。いつ死ぬか分かんない年になってきてますからね。なんか最後はやっぱりちょっと SF っぽいのを書いて死にたいとか、また宗像やって死にたいとか、そういうあれがありますんでね、最後の就活に向かって。